トランプ前大統領突然フリーズ演説中に19日にアメリカのトランプ前大統領が全米ライフル協会の集会で演説中に突然30秒間フリーズしてしまい脳梗塞ではないかと話題となっておりますこちらトランプ前大統領は御年77歳でありバイデン大統領とともに健康面が不安視されている中で、まあ、病院に行くのは 難しいのかもしれませんが、脳梗塞の症状だった場合、数日以来に本格的な脳梗塞を発症する恐れがございますので、早期発見、早期治療で可能な限り早く病院に行き、検査を受けていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました